あーどうもどうも。しかし蒸すなー。あーまあ梅雨入りですよ。今日は蒸すな。梅雨ほどやるものはないね。こうだもさっきずっとさ、うん、水分取るさ、うん、ベタベタすんじゃん。俺もう嫌なんだよね。あずもう顔中拭いてるもんな、うん、なんだよ俺ベタベタすんの。拭いても拭いてもベタベタするわ。あ拭かないとどうなの。もっとベタベタするそういうことなんだ、うん、まあ今日はね、うん、高円寺にいるんですけど。高円寺はい高円寺はいね。久しぶりだね。ビザルメンのワンマンライブは、はい、1月以来か大阪のあれ以来だよ。結構空いたね、うん、あの間にね、小手くんやっぱアンプ1台壊れて、まあ壊れますよ。今日直してやってられないことベースのトーンが効かなくなっちゃうっていう恐ろしいね。リハ中に横でハンダ付けしてるハンダ付けもう F1 のピットだよねこれね、うん、で結局もう直らぬままねこう始まるっていうこの恐ろしい状況。しかし俺たちは、ね、言ったことやるな。やりますよね、贅沢な悩みって歌作っちゃったもん。リハ1回でまとめたもんね。まとめた。しかも小太郎くんがね、うん、こうセリフを落としてね、そう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 行きたいっていうこういうもう小太郎くんのもうそのリクエストを全部答えて作った。そうなんですよ。贅沢な悩み初披露ね。ちょっと初披露どうなるかまだ分かんないですけどね。全く分かんない、うん、今日他にも初披露がね、うん、アマちゃんのテーマ。アマちゃんこれうまくいくのかね。そして古市光太郎が種市光太郎になって南部ダイバー。南部ダイバーね。ねえこれ自分が歌わなきゃいけないこれ。これは自分が歌うのはこれはまあなんか親父のカラオケチックの方がいいから全然これノープレッシャー。あノープレッシャー、ね。これ下手な方が面白いじゃん。そりゃそうだよ。うまきゃつまんないんだから。だってこれ歌い上げてもしょうがないよ。そうそうそう。だからあんまりリハもしたくなかったんだ俺。今回テッシーも作ったよ。テッシーね。テッシー着ぐるみ。T シャツも作った。 T シャツも作ったねこれ。売れんのこれしかも4色5色使ったんだよこれ。そうだよ。ありえないよこれ。俺的には完全にミッキーマウスの T シャツのパロディなんだけどね。ああそうなんだ、うん、色合いとかが、うん、なるほどね、うん、まあ伝わんないと思うな、まあ、ちょっと急っぽいもんね、うん、伝わんないと思うな。でも可愛いよ、うん、俺は気に入ってるよ、うん、ヘッドの形だねこれ。そうテスコのヘッドの形なんだよ、うん、いいね。しかし今日どうなんだろうね。全く読めないね。ソールドアウトしてるんだけどさ、うん、まあねテッシーの中にあるマリオがさこの熱に耐えられるかっていうのがあるんだよねそうだね。普段でもきつい仕事だからねかなりきつい仕事だからねこれ。ナムダイバー行った時は学生服まで着るって言うんだから持ってきたよね。持ってきたよ。よし持ってきたから自分頼むよ。やる時は徹底してやるよ。ね分かった。じゃあまあ楽しみにしてくださいね。ライブこれから始まるんで、はい、頑張ります。どうも。本日リーチだよ若旦那初夏のエレキ道場若旦那生誕祭ということですね。この企画去年のですね夏頃私の言い出しっぺで今日決まりました。皆さん盛大に祝ってあげてください。まずはメンバーを呼びましょう。北見沢リーチもとっくに過ぎました久しビザール そして本日の主役でございますFrom 目白豊島シティコーテロービザールカナされてるね、若旦那。本物だろ。ああ、どうもありがとうございます。梅雨入りで、湿気でもう頭がクリクリ。もうダメだ。でも、今日は愛と誠だよ。なってる愛と誠になってるよ。折誠じゃないよ。愛と誠だよ。ちょっと俺を機嫌よくさせるんだぞ。もちろんだよ誕生日いくぜピーパーショーワン。
いやー湿気がすごくて、わからんな、なんか俺湿気するとね髪がこうなるね。俺も湿気ほど嫌なもんはないんだよね。ね、しかしね、若そうに見えても49。来ちゃったね、いいとこ来ちゃった。でもお互い会ってるとさ、もう30年ぐらい会ってるから、うん、全然変わんないって言うけど、やっぱ変わったね。変わんないなんて俺一言も言ってないよ。え、一言も言ってない、うん、いつも変わったなと思って。しか最初は俺だってつま引きぐらいでパシッてしてたよ。そりゃ言い過ぎっすよ。そりゃ言い過ぎっすよ。いやいやいや、昔の写真見たらさ、シャキッとしてたよ。シャキッとしてたよ。だってさ、落ちてこないんだよ、こういうとこ。確かに、ね、リーダー今ほら若干さ、ぽっちゃり目だから。なんでぽっちゃり目なんだよ。落ちが分かんないけどさ。落ちが分かんない。俺の前ちょっとあの病気なんかして風邪とかひいてて、うん、落ちて込むと落ちてきちゃって、4つの先行っちゃうのよ。ああ、そうなんだ、うん、じゃあその時はぽっちゃり目の方が張ってる部分いいってことね。いや、ぽっちゃりの方が若く見えるよ。ああ、そうか、うん、だから俺は最近さ、リーダーに食事制限もしないし、ね、自由にしてくれって言ってる。あ、自由にしてくれと。あ、つまり俺はもう人間の突っ張り棒みたいになってるわけだね今。まあ言い方耐えればそうかな、ね、震度6まで耐えられますみたいな顔。でもね、これ悪いことじゃないのよ。そうなんだ、うん、自信持ってもらいたい。だってさ、太ってね、ちょっとこれダメになっちゃうこともあるんだよ。分からない。ちょっと小学生があくびしちゃったんで、次のこと言った方がいいじゃないかな。あくびされちゃったらさ、こっちさ、ごめんね、うん、ごめんね、ほんとね、もう大丈夫、おっさんたちの言ってること。4歳には分かんないよね、もう突っ張り棒の話は。45からだからね、これよくわかんない。OK、じゃあ行こう。行こう。じゃあ若旦那がパブで騙された話、実話です。マカン誕生日あったよ。く、よく引くよ。秋葉原だ。なんで忘れたの。え、よくやるじゃん。これはどうも、テヘペロ。若旦那楽しいけど汗かくね。汗かくし、でもこれ200何人ぐらい入ってんの今。300人しか入ってんじゃん。これがさ、1日持たないで売り切れちゃうんだよ。ちょっとエバったね、今。てか悪い予感がしてるんだよね、なんか。俳優になろうと思ったのに歌手になる人とか、そういう人いるじゃない、たくさん。もう遅いよ。いくつだと思ってんの。いや、そういう、俺が今28だったらそういう野望もあったかもしれないよ。だからさ、うん、俺も若旦那と出会った時からこれでいけばよかったんだね。いやいや、あの若さじゃってこれできないよ。これ年を取ってさ、諦めってことを覚えてからできることなんだから。あの、この赤チョッキの奥には諦めという、そう、あとちゃんちゃんこに対する予感ね。予感、予感と予測。なるほど。それがこうさ、うん、俺らを推し進めるんだよ。で、みんなもそれを見て納得しながらついてきてるわけ。みんなはそれを見ながらね、うん、前進してるんだよ少しは。いや、今日ビールうまそうだな、これね。まあ飲んでないんですよ。あれ、10なのこれ。あれ、俺は今日だってもうすごくこう頑張ろうと思って酒なんか飲んじゃできないと思ったのね。後頭部がかなり若旦那パーマだね、やっぱり。だから昔いたあの子供でルネシマールとかいたじゃん。だから、ね、ルネシマールみたいになってるよ。そうなの、だからね、嫌、うん、なんだよ、こういう日はさ。こういう梅雨時のモビーはどんな髪になったんだ。お前なんか相変わらずなんかブロッコリーかカリフラワーか分かんないような、お前だいぶ小ぶりになってます。小ぶりになってる。お前なんか幸せらしい、うん、最近新居を構えるらしいよ。
どうすんの。3日に1回パンケーキだよ。どうすんの。ホットケーキじゃなくてパンケーキなんですよ。パンケーキだよ若旦那。3日に1回パンケーキで、そんな3日に1回食べてたらね、その神様作ってくれると思うんだけど飽きるでしょって言ったら、飽きませんよ。こんな幸せな男を見たことないよ。最近ね、グルーヴがいいもん。グルーヴがいい。これはね、幸せな人にしか出せないグルーヴだ。バックビートが違うんだよ。バックビートが違う。で、まあ今回みんなこんなにね、久しぶりにほらビザベのために集まってくれて、まあ新曲がないわけにはいかないじゃない。で、新しいキャラクターも登場させたいじゃない。で、調べてたらインドネシアにね、テスレイク、テスコっていうのがあったんですよ。なんで人の話聞かないのみたいな。いつからそういう子になったの。だからね、その無理やりテスコっていう湖を見つけたから、テスコのテッシー、それで歌を作ってたんですよ。テスコのテッシー、スッチャルガンのテッシーみたいな、足の子の足し骨あららドンみたいなね。そしたら分からんだが、全然面白くないと。もっと世の中には悩みを抱えた人がたくさんいるんだからね、そういう人の代弁者になりたい、そう言い出して、いきなり政治的なねことを言い出したわけですよ。なので、まあポッドキャストでも言いましたけども、テスコのテッシュより先に贅沢な悩みって歌ができてしまいました。みんな温かく見守ってくれるかな。大丈夫。若旦那がいろいろな悩みに答えてくれる、そんなナンバーだ。昔の明星とかの後ろについてたあのね、性のお悩みコーナーに近いよね。近い。あれがやりたかったんでしょ。つまりドクトル古市になりたかったわけでしょ。まあ、なりたくないと言えば嘘になるね。またまどろっこしいね。なりたくないと言えば嘘になる。大人っていうのはさ、うん、好きっていう時もう嫌いじゃないって言うんだよ。なるほどね。その含みを持たせないと。なるほど。その含みが大人なんだね。いやらしいとこだよね。みんな大人になるね。なる。まあ今日初めて披露するけど、次回はみんなの悩みを聞くから、その悩みパートは日替わりにします。日替わり。まあ恐ろしい曲聴いてもらうよ。もうすぐ夏ですよね。私も可愛い T シャツとか着てお台場とか表参道ヒルズとか遊びに行きたいんですけど、私おっぱいが大きくて T シャツ似合わないっていうか自信ないの。誰かつけるだけでおっぱいが小さく見えるブラジャー知りませんか。そんなブラありませんか。私悩んでるんです。贅沢な悩みだろ。みんな悩んで大きくなるんだ。
みがあります。私今付き合ってる彼氏が二人いるんですけど、一人は電通で、一人は博報堂。まあ二人とも年収とかは変わらなくて、普通に2000万オーバーな感じなんですけど、でもね、一人はもうはっきり言ってハゲ、そしてもう一人はぽっちゃりというよりデブ。でもね、私そろそろ落ち着きたいんです。どうしよう、私悩んでるんです。まあ、白ほどかな。まあでも贅沢な悩みだよな。みんな悩んで大きくなるんだ。悩みがあります。今僕はブリーフ派なんですけど、なんか押し付けられる気がして落ち着かないんです。かといってトランクスだと自由すぎてまた落ち着かないんです。誰か適度に締め付けてくれるアンダーウェア知らないですかね。俺悩んでるんです。まあでも悩みじゃねえよな。1964年昭和39年に作られたアンプなんでね、ちょっとこう湿気が多くなるとね、ついついピー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 言ってくるんですけど、同い年だからよくわかるよ。ピー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 言ってるもんな。そういえば内臓がでしょ。昨日もリハーサルの後3人で、あ、前打ちね。前何前打ち上げ。何やってもいないのに打ち上げやっちゃったの。もうそうなんだよ。いや結構飲んじゃってさ、あれだよな、4人で頼んだつまみが野菜炒め一皿。店の方も栄養つけさせないね。それそうね、まあ、そういうシステムになってるから。俺のテーブルはどういうシステムだよそれ。俺のテーブルほら、まず箸来なかったろ。箸が来ないこと自慢してる。まあほら、そういうのはもう20年以上続いてるわけですよ。だからまあくれって言うのが決まりです。なんかえ、わからんのはこうやって黒いズボン見ると俺たちもう礼服みたいに見えちゃう。そういう年代になっちゃったね。そうだね。北ビザールは若干まだ学生っぽく見えるじゃん。まだ予備校生みたいな。学生には見えないね。なんかまあでもなんだろう、パチンコの店員。
マイアミだもんだって。マイアミ？喫茶店。あ、喫茶店だ。びっくりした。喫茶店なのか。お前調子づいてないからパンケーキ。おい、まあ、1週間に3日もパンケーキ食えやつなんかいないんだよ、まず。ほんとに。ねえ。パンケーキなんかねえ。ピー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 アンプ変えます。池袋交差点24時自分だけ先に行っちゃう感じだねこれ。じゃあ行こうかって、どこ行くんだよ。東高円寺だね。じゃあ今日の日のためにね、練習してきたナンバーを行こうね、みんなに早くすんなよ、はい、早くすんなよ。じゃあ種市先輩、種市幸太郎、潜水と僕か、あいつ歌ってくださいよ。やぶなやぶなやぶな、タネイスパイ、タネイスパイ、ちょっと相棒も呼んでくださいよ。来い。お前ゆるキャラグランプリとか絶対出ろよ。お前いい話聞いてるか。ゆるキャラグランプリとか出て、なんとかでビザールって言うんだよお前。東京から来たでビザール。よし、じゃあズブン歌います。ちゃん起きてアマちゃん弾いてっていう、もうね、そんな繰り返しだったんですよ。いいね、でもね、日々俺たちは努力してるからね。そうだよ、もう朝起きてまだ目も見えない時からこうやってこれなんかそんな人だな、ね、生まれたんじゃないか。オンエアより早いんだよ俺のが。オンエアよりも早くもテーマを弾いてるんだよ。そうよ、 DS より早いんだから俺も。近所のね、おばちゃん驚いちゃうね、もうね。あ、始まっちゃった、始まったんですよ。もうびっくりだよ、この迷惑な人だね、本当に。まあ、ある意味じゃね。ねえ。タネイチも今日誕生日なんだよね。二十歳だったよ。二十歳？なにお前、なまってんの。二十歳かよ。ガキじゃん。29歳違うんだよ。そんな違うの。一人成人してもうすでにもうプラス9歳だよ。ええー。恐ろしいね。あ、20年前に生まれたってことじゃん。ちょ、違う、今二十歳で。コレクターズの UFO クラブと同い年なんだ。そう、そういうこと。すげえ男だね。どこがすごい。まあいいや。
今日普通だとこういうところでさ、ハッピーバースデーとかやるのに忘れちゃったんですよ、ケーキの。ああ、そうだね、なんかもうすっかりなんかね、もうテスクもテッシーのことで頭がいっぱいで。いいんじゃない、だって中に入ってる人着る前から汗かいてんだもん。不安で倒れんじゃないかと思ってさ。確かに。しかもこう言ったんだよね、もうちょっと視界が広がりませんかね。マリオ君、皆さんお願いなんですけど、アマちゃんもう一回やっていい？何度でもやらしてよ。ナンプダイバーは歌わないの？ナンプダイバーはもう歌う終わり。すごいもんね、ナンプダイバー。無理だよ。いい？いいんじゃない？Thank you.